無境が全てを癒せるとしたら、現実は本当に意味がなくなってしまうのかしら。ええ、夢にも良いものと悪いものがある。そして結果は不確かだから、夢でも全てを癒すことはできない。それでも永遠に夢の中に沈んでいたいと思う人は大勢いるわ。ある人は生まれつき貧しく、希望とは何かを知らない。またある人は生まれつき不完全で、完全とは何かを知らない。人生はやり直せないけれど、夢は人々に別の人生を体験させることができる。だから代価を支払ってでも彼らはそういう選択をする。私たちに人生を決めることはできないけれど、結局無境はどこまで行っても無境なの。深淵に落ちていく人たちが安心して現実に戻ってこられるように、私はできる限り彼らを助けて癒してあげたい。私たちに人生を決めることはできないけれど、結局無境はどこまで行っても無境なの。深淵に落ちていく人たちが安心して現実に戻ってこられるように、私はできる限り彼らを助けて癒してあげたい。